じめまして、高島優奈です。優奈って呼んでくださいね。身長154センチ、1月11日生まれの中学2年生。血液型は A型みたいです。大雑把だから A型っぽくないねってよく言われます。香川にある丸亀城でみんなと一緒に勇者の訓練したり勉強したりしてました。みんなっていうのは若葉ちゃん、ひなちゃん、ぐんちゃん、たまちゃん、あんちゃん、そこに私を入れて全部で6人です。みんなみんなとっても仲良しです。たまに喧嘩しちゃう時もあるんだけど、喧嘩するほど仲がいいってことだもんね。自己紹介なのに自分の話をあまりしてなかった。こう見えて私格闘技が得意です。てい勇者パンチ、はぁ、勇者キック、どう、かっこよかった？よかった。勇者はやっぱりこうじゃなくちゃね。バーテックスと戦う時の武器が拳なので、訓練でもいろんな格闘技を習ってます。空手、ボクシング、あとカンフーとかも。これでビシバシ敵を倒しちゃうよ。それでいっぱい訓練した後はみんなで一緒にうどんを食べるのが楽しい。うどんはいいよ、美味しいしお腹いっぱいになるし、若葉ちゃんが言うには栄養もいっぱいあって選手にとって有効な食べ物なんだって。でもきっとうどんが美味しいのはうどん自身のパワーもあるけど、一人じゃなくてみんなで楽しく食べるからじゃないかなって思います。私が勇者に選ばれた時はびっくりしちゃったけど、勇者ってなんだかすごくかっこいいし、戦う理由なんてそれで十分かなって。あと私の力で四国を守れるならってことが大きかったと思います。今も大変な状況みたいだけど、みんなで力を合わせれば絶対負けないよ。もちろん私も一生懸命頑張ります。新しく出会ったみんなとも仲良くなりたいのでよろしくお願いします。以上、高島優奈でした。うまく自己紹介できたかな。